はい、ユッキーです。早速なんですが、悲しいお知らせがあります。ですね、6匹飼ってたんですが、これはミステリーザリガニですね。なんですが、僕がですね、水替えを2日に1遍ぐらいしてたんですけど、多分その水替えの量が、今の現在の水の量の2分の1を変えてたんですよ。多分そのせいだと思うんですが、このザリガニのね、2匹が死んじゃいました。多分水質の変化に本来多分4分の1ぐらいで変えるべきらしかったんですけど、ちょっと分からなくて2分の1ぐらいで大丈夫かなと思ってたんですが、で2匹ちょっとお亡くなりになってしまいました。すまんな。ザリガニって結構水質の変化に結構敏感らしくて、ちょっとね、申し訳ないですね。あともう一つ考えられるのが、ザリガニの餌とかを結構買ってたんですけど、与えてたんですが、全然食べないんですよね、この子たち。で、おそらくこの水草、大赤玉だったか、アナカリスだったかっていう 水草を食べてくれるらしいんですけど、だから餌は基本的に水草で代用できるっていうことなんで、ちょっとね、ザリガニの餌とかは全然食べてくれなくて、それでも結構衰弱してたのか分かりませんけど。であとね、これコナラの葉っぱなんですけど、落ち葉もね、なんかどうやらザリガニの餌になるらしくて、なるらしいんですよ。でね、煮沸してザリガニのね、この中に入れました。そしてあともう一つ、ダイソーで購入しました、こちらですね、酸素ブクブク群という、これは酸素を出す酸素発生剤というやつですね。こちらも、1個、もしかするとね、ザリガニって水深が深いと、俺ポンプも入れてないんで、酸素不足になって死んじゃうということなんで、一応こいつをね投入しました。こちら108円で3個入りとなってて、1ヶ月、1個につき1ヶ月持つと書いてありますので、非常にね、いいんではないかと。これ普通に買うと高いんですよ、結構。これね。あともう一つ、これですね。これ。卵の殻。こちらも、なんか、ザリガニが、餌になるということで、入れておいたんですが、全く食う気配はありません。一応入れといてあるみたいな感じです。そして今からですね、こちらダイソーで購入しました、お魚飼育、ラクラクソイルという、ソイルですね、を買ってきたんで、これを入れたいと思います。今は砂利を敷いてるんですが、これを撤去して、このラクラクソイルというのを入れてみたいと思います。これは、内容量が 0.32 リッター入ってる。108円でね、ダイソーで購入しました。ラクラクソイル。そしてもう一つ、こちらダイソーで購入した、爆斑石という水をきれいにする
やつらしいですね。これも入れたいと思います。ね、これもね、吸着、ろ過能力に優れてるということで、まあ、いいんじゃないかなと思い購入しました。結構ね、ダイソーってね、結構何でも揃うんですよ、本当に。ということで、今から、あと、もう一つ買ったのがこちら、ヤフオクで購入しました。こちらは、なんだっけ、松もっていう、水草ですね。松もも買いました。ね、こっちに今入ってんの、これ、アナカリスっていう、やつなんですけど、まあ、水草は多い方が、やっぱり、酸素の共有、にもなるし、水にね、酸素を出してくれる、まあ、ので、いいかなと思って。で、あとなんか、水質をね、なんかね、良くしてくれるという話を聞きましたので、入れてみたいと思います。それではね、一旦やっていきたいと思います。はい、ということでね、ダイソーで買ってきた、ソイル、ラクラクソイルだっけ、あれを入れまして、で、あと、なんだっけ、爆岩石だっけ、爆岩石とかいうのを入れました。はい。適当にね。で、ここにあるのが、酸素を出す、ブクブクくんです。で、ここに、卵の殻を置いてあります。それではね。で、これ隠れ家ですね。では、まあ、ちょっとまだ濁ってはいるんですけど、まあ、特に濁りは、まあ、問題ないと思います。まあ、そのうち取れるでしょう。まあ、濁りは、そこまで、エビじゃねえや、ザリガニには影響を与えないでしょう。おそらく。で、こちら、ヤフオクで購入しました、この、なんだっけ、マリモじゃなくて、なんだっけ、なんとかも。松もか。松もちゃんをちょっと開けていきましょう。こちら、無農薬らしいですね。まあ、無農薬の方が、エビとかはこれを食べちゃうんで、無農薬だった方が、いいということを聞きましたね。結構量入ってますね。3匹ね、まだ生きている個体3匹。
ち葉ですね。ザリガニなんですが、どうやら、まあ、主にね、野生では何を食ってるかっていうと、まあ、こういう水草だったりとか、あと、なんかデタリウスだったっけな。なんかね、デキストリウスだか、なんだか、デタリウスだかっていう、なんか、よくわからない、ものを食べてるらしいです。まあ、いわゆる、木とか、流木とかにね、流木とかも食べるらしいです。だから、この後、まあ、ね、この後っていうか、ショップでね、買おうかなと思ってるんですよ。流木ね。流木も買おうと思ってるんですけど、ここにね、今見えるかな？もう多分見えないんですけどね。ここにね、いるね。今、貝の、違うね。違うわ。卵の殻の上にね、乗っかってね、るやつがいるんですけど、ソイルを一生懸命なんか、くちゃくちゃやってますね。何やってんだろう。うん。ソイルが、もしかしたらなんか、餌になってるのかもしれないし、多分ソイルに、く
着しているなんかデキストリウスだかデタリウスだかっていうなんか物質を食べてるらしい可能性がありますね。なんかつまつましてます。もしかしたら餌になってるのかもしれないね。うん。まあかなりのそのこれはちょっとわかんないですけどね。デタリウスとかいう何か物質を食べてるらしいです。で、さっきも言いましたけど、流木をね、なんか、アクアショップとかに行くと、流木とかが安く売ってるんですけど、あれもね、食うらしいということ。木を食うらしいんです。木についてる苔とかを食うんじゃなくて、木自体を食うらしいです。ザリガニは。うん。ザリガニは食うらしいです。どうやら。こいつらね、ザリガニの餌をあげてもね、何にも食いもしないし、ね、見向きもしないんですよ。なので、まあ、そういったね、食べられるものをね、置いといた方がね、いいかなと思います。ほとんどね、水草ばっかりになってね、もう、上から見てもね、全部水草です。水草だらけになっちゃいました。ちょっと水草多いかな。多いかもわからんね、これ。ということでね、6匹購入したうちの3匹がね、死んでしまったという報告と、あと、ダイソーのね、ソイルで、ダイソーのソイルと松毛をね、入れてみた動画でした。ご視聴ありがとうございました。